姫路は、鈴木目姫路家に分類される、海水魚の一種。東アジア沿岸の浅い海に生息する、海水魚で、日本では食用に漁獲される。生魚は、全長20センチメートルほど。体は、前後に細長く、側は平たする。体は、単赤色だが、濃色の横帯やブチが出ることもある。特に休息時や夜は昼間と色彩が異なる。 尾ひれの上半分に2から4本の赤帯があり、2つの背びれにも3から4本の赤い縦て体がある。下顎の下面には黄色の顎ひげが2本ある。口には細かい歯があるが、顎だけでなく前すき骨と後蓋骨にもある。日本の北海道南部以南、大陸側は沿海地方キエフ海南、朝鮮半島や台湾にかけての段階域に分布し、 水深数メートルマイナス100メートルほどの、霊気や貝殻が混じった、砂底に生息する。海底からはほとんど離れず、顎ごひげで砂底を探りながら泳ぐ。この顎ごひげは感覚器になっていて、砂の中に潜む、小動物を探し当てることができる。主に短脚類、エビなどの小型甲殻類を捕食する。産卵期は、夏で、全長数センチメートルほどの稚魚は、 夏から秋にかけて、海水浴場に出現することもある。冬は深場に移る。沖の女郎、沖の女王、姫、赤いお、赤むつ、姫市、花じゃこ、姫じゃこ、糸より、金太郎、紅刺し、ベン刺し、岸の面取り、カタカシ、ジンバーなど。あごひげがあることから、おじさんと呼ばれることもある。小型魚だが外見が色鮮やかで、食用にもなることから、 日本各地でよく知られ、赤い体色などから呼ばれる、様々な地方名がある。標準和名、姫路は、神奈川県の三崎や高津での呼び名にちなむ。学名は、シーボルトラの、日本動物史によって、マルス・ベンサ氏が記載され、属が変わった、アップニウス・ベンサ氏が、以後長く用いられた。 しかしランドールらによって、それ以前に記載されていた、ユージャポニカスが正しいとの見解が示された。なお、主将名ベンサ氏は、シーボルトの赴任先である長崎での地方名、ベンサ氏にちなんでいる。小骨が多いため市場にはあまり流通しないが、日本産姫路類ではまとまった漁獲がある、唯一の種類である。主に底引き網で漁獲されるが、白ギスや、 マハゼなどを狙った沿岸の釣りで漁獲されることもある。動物性の餌を食べているため、身は脂肪分の少ない白身でありながら食味は濃い。旬は冬とされている。唐揚げ、南蛮漬け、塩焼き、煮付けなどで食べられる。また、高級な魚肉練り製品の原料としても用いられる。金太郎と呼び食べる習慣がある。 山口県萩市では、道の駅萩市マートの発案で、観光客誘致などに活用している。道の駅や飲食店で、刺身や寿司、塩焼きなどを提供しているほか、口術のルージェというオイル付けを地元で生産している。フランス料理の魚料理の代表的な食材とされる、ルージェに日本語の姫路に当てることもあるが、ルージェは、 姫路家の数種の魚の総称であって、実際に食材として最も珍重されるルージェは、目玉姫路族の二種、すなわち地中海姫路及び西赤姫路であり、本校の姫路とは別属別種である。ありがとうございます。